はい、カメラマンの横山です。お疲れ様です。今回はこの物撮りですね、はい、スタジオで撮ったものを老現像していきたいと思うんですが、今回はね、あのカメラがちょっとすごいカメラを借りたんでね、あのそのローデータを現像していきたいと思います。で、今回使ったカメラが富士フィルムのこちら GFX100 というですね、1億画素オーバーの中盤デジタルカメラになります、ね、ちょっとまず現像する前にどれぐらいの解像度か 100% にして見てみたいと思いますね。で、こちらがピント面かな。そこをダブルクリックして拡大してみるとこんな感じですね。はい。で、細かい部分の描写もすごいですよね。で、あと質感、なんかこの辺の塗装の凸凹とか厚みとかっていうのまで再現されてますよね。はい。あとね、ちょっとこの辺の、はい、夜間のね、サビの部分とか見るとやっぱ本当にね、細かい傷までね、再現できてるんですよね。あ、すごいなと思いますよね。はい。というわけで今回はこのローデータを現像していきたいと思いますね。で、まずスタジオでのこういう物撮りなんですけど、やっぱできるだけライティングとかこだわってできるだけ完成に近い形で撮っておくといいかなと思いますね。なんかロケの場合って自分でこう光とか決められないんで、まあね、出たとこ勝負っていうのもあるし、まあ、あとはその環境に合わせたカメラのセッティングとかなかなか難しいと思うんで、後からロー現像で調整する振り幅も大きくなる場合があるんですけども、やっぱりこういうスタジオの撮影っていうのは自分で光を作れるので、できるだけ追い込んでいただくといいかなと思いますね。はい。で、今回はこの明るさからやっていきますね。で、シルキーピックスおさらいすると、こうアイコン上から順に調整のおすすめ順で並んでます。で、じゃあ一番上の露出補正ちょっと見ていきますね。で、撮影時ほんのちょっと暗く撮ってます。で、なんでかっていうと結構強いライティング当ててるんですよね。で、その時にやっぱこの辺のツヤの部分あんまり飛ばしたくなかったんで、少しだけね、暗めに撮ってます。なので若干明るくして、まあ明るくしてもこれぐらいかな。はい。で、明るくしすぎちゃうと、これね、布の、背景の布なんですけど、これ紺選んでるんですよね。これちょっと、まあ、暗い中から被写体を浮き上がらせたいっていうイメージがあったので、暗い紺を選んでます。で、明るくしすぎちゃうと、逆にね、背景が沈まなくなっちゃって、なんかうるさくなっちゃう。そうすると、被写体がなかなか引き立ってこないので、あんまり、背景のことを考えるとそんなに明るくしたくないねっていうことで、こんな 0.4 ぐらいでいいかなと思いますよね。はい。で、明るさはこれでいいかな。で、まあ布の暗い部分ですね、暗い部分だけもうちょっと明るくしたいので、この露出、はい、この中にあるシャドウですね、シャドウスライダー、こちらをほんの少しだけ明るくして右へ持っていくと、まあ暗い部分が少し明るくなってきますね。こんな感じかな。はい。そうすることで、布のドレープってありますよね。この布のシワのことですね。はい。こちらが、少し引き立ってきて、いい感じのグラデーションになってくるかなと思いますね。はい。じゃあ次にアイコン上から順番に見ていくと、次にホワイトバランスです。そんなにね、やっぱストロボ使って撮ってるんで大外しはしないんですけど、少しだけこの辺の黒い皮の部分とか金属の部分を見ると、ちょっとだけね、ちょっと茶色いっぽい、オレンジっぽい色をしてるのかなと思いますので、このホワイトバランスですね、はい、こちら色温度をちょっとだけオレンジと反対の青の方向へ振ってあげて、少しこの皮とか金属のシルバーに着目して、ちょっと色が、茶色かぶりがね、取れてくるところまで色温度を調節してみます。はい。ホワイトバランスこれぐらいでいいかなと思いますよね。はい。で、次に調子ですね。はい。調子、こちらクリックしていただくと、下が調子タブになります。はい。その中からコントラスト、
ちょっと今回ライティング左から強めの光が出てますね。で、それを少し強調するように少しコントラストを高く設定してあげると、はい、こんな感じで背景が沈んできて暗い背景がより暗くなりますね。なので、あの背景が沈みます。で、明るい被写体はより明るくなりますので、明暗の差が大きくなって被写体がよりグッと引き立ってきますよということになりますね。はい、じゃあちょっとここでビフォーアフターを見てみたいと思います。これが、調整前、どうだ、これですね。はい、でこれが調整後ですね。で、大幅に色調とか変わってるわけではないんですけど、見た目こうインパクトが少し違いますよね。はい、こんな形で商品撮影ですね、なんだろう、被写体をはっきり浮かび上がらせる調整をしてみました。はい、こんな感じでね、 GFX ですね。ちょっともう一回ちょっとこの辺の解像感とか見てみましょうか。この木の取っ手の部分ですね。はい、もう木目の質感とかもう結構ねバッチリ再現されてますよね。で、あとこの緑青っていうんですか、銅についた緑のサビですね。はい、この辺の描写とか、まあ、金属の感じ、はい、あとはですね、やっぱセンサーサイズも大きいので、この暗部の快調性ですね、はい、暗い部分の快調性とかももうバッチリ出てますよね。はい、こんな感じの、ローデータ、 GFX のローデータですね。多分もう一つ気になるのが、これを現像する時の時間だと思いますね。1億画素ってどれぐらいこのローデータを JPEG に書き出すのに時間がかかるのかなっていうのはちょっと気になるかと思いますね。はい、なのでやってみたいと思います。はい、こちら歯車と、まあ、フロッピーですね、そのマークのアイコンをクリックすると、まあ、どこに保存しますかっていうね、ウィンドウが出てきますので、現像ボタンを押すとこういうふうに現像が始まります。で、だいたいね、ちょっと待ってくださいね、まあ、これぐらいのスピードで現像が行われていきます。で、このパソコンのスペックなんですけど、全然ね、新しいパソコンじゃなくて、インテルの Core i7 の3000番台。結構ね、3世代ですよ。古いパソコンです。で、周波数が 3.4GHz。で、メモリーが 16GB ということで、特別そんなに速いパソコンではないです。はい。で、ちょっと処理を見る、タスクマネージャーか、見ると、まあ、こんな感じで、一応ね、全スレッドを使って処理されているので、まあ、大体1枚、今 78%、これぐらいですね。はい。で、多分ね、中盤カメラ、ね、そんなにたくさん、カット数撮るシーンって少ないと思いますので、まあ、大体私の場合は、これぐらいで終われば、まあ、そこまでストレスなく、使えるかなっていう感じですよね。はい。以上、今回は、1億画素オーバーの、中盤デジタルカメラ、富士フィルムの GX100 のローデータを現像してみるということでお送りいたしました。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。